やってどうなるかはわからない。でもやらなきゃどうなるかはわかっている。戦うしか能のない俺たちが、戦うのをやめてなんかいいことあるか。喉から手が出るほど格闘技。格闘技がないってマジでつまらん。普通の格闘技が見たいわけじゃない。ライジンが見たいんだよ。2020年、こうなったら日本はもっと面白いことをやるしかないんだよ。笑うなよ、世界を明るくするためだ。準備。生活って面白くないな。ただ無観客、それならやりたくないかなって。やるこっち側も気合が入らないし。いや試合したいです、早く。普通の試合してちゃダメだなっていう。取り逃したベルトをまた挑戦できるチャンスが来た。もうここ落とせないですよ、絶対。舐めてないですけど、普通にやれば勝てるっていう。戦わないといけない本当の相手がいる。ライジンを引っ張っていく意味でも化けの皮というか剥がしたいなと思ってます。面白いこと、こっちは続けるぞ。